この出会いを悔いたことはありませぬ。伊賀と甲賀二つの忍び発祥の地のさらに山深き人の及ばぬ地にあるそれらの隠れ里は伊賀つば隠れ甲賀万字谷と呼ばれ400年の昔より不可思議な術を使う忍びを密かに育てておるとのことにございます。不可思議な術。あまりの強さに先代服部半蔵はそれらの里の者を用いるのを恐れておりました。桑浦に伊賀のつば隠れと甲賀の万字谷は犬猿の仲、一方の里の者を用いれば必ずやもう一方が敵につく。そのため古くに両者と戦い合わぬよう服部家と約定を結び、その印として里の境に祠を建てておるとのことにございます。噂によれば豊臣方の残党がそれらの忍びを用いて謀反の気うかごうておるとも。大御所様が築かれたこの太平の御を隠れ里の忍びといえども捨ておけば必ずや戦の火種となりましょう。
おげん様が駿府に召されました。服部家直々のお達しで、手だれ者を一人伴って、よもや万事谷の棟梁も駿府へ。やはり男女様も。おじいが戻ったら我々のことを話そうと思う。嫌か。あなたは万事谷の棟梁の孫、私は唾隠れの棟梁の孫。国が一つになったのだ。いつまでも憎しみ合う理由はない。国が一つになろうとも、400年にわたる憎しみ合いと殺し合い、そう簡単に許し合えるとは思えませぬ。源之助様と結ばれるのは夢の中のみ。おぼろ、二人だけで祝言をあげよう。亡き母の形見だ。もう誰も二人を引き離すことはできない。源之助様。案ずるな。いつか皆も分かってくれる。颯、お前が立ち合いだ。源之助様、おぼろはずっと自分が忍びであることを悲しいと思っておりました。でも今は違う。たとえ束の間の夢でも嬉しゅうございました。幼い頃より戦うことしか知らなかった俺は、お前と出会えて初めて人として生きる喜びを知った。おぼろ、いつか必ず共に暮らせる日が来る。その日を信じよう。つば隠れのもみじが色づき始めました。秋の万事谷はどんな色に染まりますか。いつか源之助様の暮らす里、この目で見とうございます。颯のような翼が欲しい。いつでも会いに行けるように。不吉な風を感じまする。駿府に召された男女様に何ぞなければよいが。
これより両者と技の披露を開始する。万事谷より始め。殺してもよろしいので。ほどほどにいたしておけ。次、つばがくれ。例のもの。これにございます。
これで大御所様もご安堵なされよ。手はずは整っておるか。抜かりなく。このままでは柳生の面目は立ちますまい。半蔵もじゃ、先代の服部殿のように忍びを束ねる器量はそなたにはない。あの里の者どもを捨ておけばそなたがどのようになるか分かっておろう。面を上げよ。つば隠れおげん、万事谷甲賀壇上、大御所様が双方の技の披露をご覧になられ痛く感心の儀。わしも忍びを束ねる者として鼻が高い。見事じゃった。よってその方らに格別なるお役目がお与え下されることと相なった。この三代目服部半蔵正成の名において長きにわたる伊賀甲賀総任の金、解くことといたす。それ双方の手だれ者五名の名を記せ。伊賀つば隠れと甲賀万事谷、明後日より両里五名ずつで相戦いて、勝ち残りし側がこの駿府へ参上せよ。引き分けはなし。生き残りし側がもし伊賀の者であったなら、徳川秀忠公がご長男竹千代君を世継ぎとされる。もし甲賀の者が生き残れば、ご次男国千代君の方を徳川家の世継ぎといたす。すなわちその方らの戦いに将軍家のお世継ぎがかかっておるのじゃ。双方里の威信をかけて相戦うがよい。皆を集めよ。お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。明日の明けより我がつば隠れ五名と我が万事谷の五名が相戦うこととなった。かの大御所様よりのご決知じゃ。戦じゃ、万事谷と戦じゃ、万事谷と戦じゃ。してその五名とは。我が里の五名、まずは室賀兵馬、薬師寺天禅、千曲小四郎、夜叉丸、
かげろう。身の年期。きさらぎ左衛門。蛍火。そして源之助。そして頭はおぼろじゃ。つばがくれの運命、その方らに託す。おぼろ、任せたぞ。おぼろ様、我ら命をかけ、おぼろ様に付き従う所存にございます。源之助。大御所の座興になぜ命を懸けねばならんのですか。我らは武器だ。それを使おうとする者なければ我らに役目はない。敵がなければ我らに生きる道はないのだ。それが忍びだ。その目じゃ。お前は剣に優れているでも身の軽いのでもない。だがその瞳じゃ。その術さえあればお前は負けぬ。お前は心根が優しすぎる。鋼の心を持て。そして破言の瞳の術を使うにためらってはならぬ。これからつばがくればお前が背負ってゆけ。我らが戦わずしてどうする。世が変われど我らを分かつ星は変わらん。なぜこのようなことに。わからん。わからんが、こんな馬鹿げた戦い、何としても止めればならぬ。我らはこうなる定め。もとより星が違うたのでございます。定めなどない。
おげん様から里の未来を託されました。やはり玄之介様と結ばれるのは夢の中のみ。諦めるな。定めとは俺たちが作るものだ。玄之介様、痛みを変えることなど。玄之介様だ。玄之介様、どこへ行かれていた。我が国の元棟梁、おげん殿との死闘の末にございます。なぜこのように大御所の座興で命を捨てねばならん。玄之介様、急げ出立だよ。林から俺はこれより駿府に向かい、こたびの戦の真意を伺いに参る。何だと。共に来い。伊賀つば隠れと戦える絶好の機会をなぜ。俺は戦うつもりはない。玄之介様、我らは幼きより術の研鑽に明け暮れてきたのでございます。その我らから戦うことを取れば何が残るのですか。これからは太平の世だ。戦の時代は終わった。私が最も恐れるのは本当に太平の世が訪れることにございます。俺は駿府に向かう。共に来い。かしら俺だ。俺に従え。我らは武器だ。それを使おうとするものなければ我らに役目はない。それが忍びだ。甲賀玄之介。
此度の戦いについて我思うところあり、故に世は巻物に記されし四名を伴いて駿府へ赴き、服部半蔵殿に此度の本意を聞かんと欲す。なお此度の戦いは巻物に名を記されし者の戦いにて、里同士の戦いにはあらず、我らと刃交えたくば追ってこられよ。これよりはあなた様が燕隠れの棟梁、いかがなさいますか。彼らを追います。出立の支度を。聞いたか皆の衆、出立の用意じゃ。これから燕隠れはお前が背負ってゆけ。諦めるな。定めとは俺たちが作るものだ。伊賀燕隠れ衆が追ってきております。そうか。頭は美しき女。今どこを追っておる。どうやら敵は二手に分かれた。なるほど。二人はこちらへ、他の三人は先回りをする所存。してこちらへ向かっておる2名は今どこに。甲賀万事谷、千曲小四郎、伊賀燕隠れ、夜叉丸。
源之助様、私はこれより他の三名討ちに参りまする。兵馬、我らから戦うことを取れば何も残りませぬ。それが我らの定め。兵馬、拙者がこの顔をいただこう。おぼろ様、ホタルビが作りました当組の菓子でございます。ありがとう。おいしい。でもおぼろ様の味にはかないませぬ。あれは私でも覚えるのに時間がかかった。おばあさまが火の加減をそばでじっと見ててくれて、それでやっと覚えたの。春に
道組がなったら蛍火にも教えてください。さあ、蛍火には親兄弟がおりませぬ。小さい頃から養してくださったのはおぼろ様ただ一人。親兄弟がいないのは私も同じ。お前だけはこんな戦いに連れてきたくなかった。おぼろ様、なぜ伊賀と甲賀は戦わねばならぬのですか。蛍火には分かりませぬ。私にもこのおぼろにもわからぬ。玄之介、お前はなぜ戦わん。無益だからだ。無益だと？人を殺めるためだけに生きている私はどうしたらいいのさ。人を殺めずとも生きていける。俺は戦う。駿府などへも行かん。俺はこんな風にしか生きられん。俺は一人でも駿府へ向かう。お前は行け。この蛍火にもようやく分かりました。なぜ戦うのか。やられるからやり返すのでございましょう。術には術を、死には死をもって返すでございましょう。私にとって何より大切なものはおぼろ様です。地獄よ。ジュラの地獄よの。貴様、不死にか。不死にあらず、うまく死ねないだけだ。貴様が甲賀玄之介か。一度会うてみたかった。
毒の霧か。源之助様、私はなぜあなたが戦いを避けようとなされるのか知っておりまする。なぜ敵の女子なのでございますか。我が棟梁がなぜあの敵のおぼろと、なぜ。俺を殺すか。幼き頃より毒を食ろうて生かされてきた女子ゆえ、いかな男と幾度しとねを共にしようとも、それはすべて忍びとしての務め。ここで共に死にとうございます。できぬ。源之助様を殺めることなど、お忘れ召さるな。あなた様は万事谷の棟梁なのじゃ。伊勢松坂より船を使いまして三河渥美へと向かっております。いかがいたしましょうか。半蔵、分かっておるな。抜かりはござりませぬ。服部家の威信にかけて。
ホタルビ。私は生まれて初めておげん様、おばあ様をお恨みもします。なぜこの子ホタルビを。無論ホタルビならば己の身を投げ出してもあなた様をお守りすると知ってのこと。人は皆定められし星のもとに生まれくるもの。ホタルビはあなた様をお守りして死ぬる定めに従うた。ただそれだけのことではございませんか。言うな。皆の死を無駄にしてはなりません。俺は戦った。この死を食いぬ。やれ。
伊の国西の灰寺に一人で来い。つば隠れの薬師寺天禅と申す男、折り入って話があるらしい。天禅、300年生きたと伝えられる不死の忍び。罠に違いありませぬ。大丈夫だ。ここで待て。さすがは万事谷の棟梁、一人で来られたか。話とは？こたびの戦い、残るは双方2名ずつ。争いは本意ではなかった。甲賀源之助、貴様、この戦いの真意を問いに駿府へ向かうと申したな。ならば その真意を教えてやろうぞ。わしはの、まっこと長きにわたり忍びの歴史を見てきた。ゆえにわかるのよ。時代は我らなぞ求めておらぬ。戦国の世の陰にいつも我ら忍びはいた。影から影、時に天下をも動かしていた。じゃが今や太平の世、強き忍びを作り出す山奥の隠れ里など無用の長物、行き場を失い無様にさまようか、あるいは山奥で時間をかけて飢え死んでゆくか。ならば最後の戦いは華々しく、我ら両座と死に耐えるのも面白かろうなあ、源之助。殺し合うだけが我らの生き方ではない。ははあ。ではお主の生き方とは。敵同士愛し合うことか。だが今やおぼろ様は伊賀つば隠れの真の棟梁、仲間の死の悲しみが鋼の心に変えたのだ。もはや
お前が思っているおぼろではないわ。お前は里を離れるべきではなかったな。何が言いたい。今頃柳生の軍勢が万事谷と燕隠れへ向かっておる。明日にも里へ着こう。お前が駿府へ着く頃、帰る里などもうないわ。里の地図を渡したのか。今大御所様はこの国にあまねく光を当てようとしておる。そんな世に山奥の隠れ里などあってどうする。我ら忍びは闇に生き、闇に死ぬるが定め。なれば人知れず時代の影に消えようぞ。なあ玄之介。やはり死ねぬか。さすがは甲賀最強、さような術か。それでも死ねぬわ。毒の息を吐く女に化け物呼ばわりと思う。お前の術などすでに見切っておるわ。我らの世は終わったのじゃ。カゲロウとか言ったな。わしを殺せるか。
戦い合わねばならぬらしい。初めからそれしかなかった。所詮結ばれたのは夢の中のみ。元より星が違うたのです。たくさんの仲間が死にました。もう後には戻れませぬ。参る。お前と出会えてよかった。頼みがある。里のことだ。撃てー！
伊賀つば隠れのおぼろが参上いたしました。アウトいたそう。大御所様。なりませぬ。おなごといえども相手は。つば隠れの棟梁が孫娘、おぼろであるな。さようでございます。こたびの戦い、まことにご苦労であった。さぞや激戦をかいくぐっての途上であろう。伊賀方夜叉丸、伊勢山中にて討ち死に。美濃年季、同じく伊勢山中にて討ち死に。蛍火、三河厚みの港にて討ち死に。薬師寺天禅、東東海山中にて討ち死に。甲賀方、室賀兵馬、伊勢松坂にて討ち死に。如月左衛門、三河厚みの港にて討ち死に。千曲小四郎、厚み山中にて討ち死に。影郎、東東海山中にて討ち死に。そして甲賀万事谷の棟梁が孫息子、甲賀源之助、駿河の海岸にて討ち死に。以上9名、死にたる者にございます。されば大御所様にお願いがございます。何？無礼だ。分をわきまえよ。よい。申してみよ。万事谷とつば隠れ、両里をこのままにしておいてくださいませ。両里は400年の昔より隠れ里として恐れられてまいりました。されど我らとて民、親子もあれば山河をめでる心もございます。天下分け目を治められた大御所様なればお分かりいただけるはず。おぼろ、どうかどうか。それはできぬ。お主らは巷の民とは違う。恐るべき術を操る忍びじゃ。人でありながら人にあらず。その方をとて
破言の瞳なる恐るべき術を持っておるとか、そのような者どもに未来永劫和平は訪れぬ。どうかこの通りでございます。リスをあげい。
Thank you.